どうもこんにちは、まさしです。突然ですが皆さんはクラウドのテクニックや豆知識などどのくらいご存知ですか？最近競技シーンでの活躍をよく見るクラウドですが、スマブラ SP では比較的シンプルなファイターとして有名です。空前競技で空上お手玉の覚えやすいコンボや超リーチを押し付ける非常に分かりやすい戦略を組み立てていくのですが、そんな戦略の中でもパッと見では気づかないようなテクニックや小ネタが詰め込まれており、少しでも勝ちを拾えるような工夫をしています。一体どんなテクニックを使っているのか気になりませんか？気になりますよね。というわけで今回はクラウドの役立つテクニックからどうでもいい豆知識までを役立ち度を加えて20個ほど紹介していきたいと思います。役立ち度については完全に独断と偏見で決めていますので、異論のある方は高評価をお願いします。それでは行ってみましょう。クラウドの下強は姿勢を低くして地上を滑るスライディング技なのですが、なんとスライディング中は立てている方の膝に無敵がついています。全体的に姿勢が低いのも手伝って、着地狩りにはかなり有効な技です。ちなみにセフィロスの下強は下方向に判定が広く、掛け狩りに適しています。クラウドは上方向、セフィロスは下方向に強いスライディングの持ち主と覚えておきましょう。縦に攻撃判定が広い派攻撃、地上と空中で威力が違います。地上の方が攻撃力は高いですが、空中では少し感性がつく分コンボに移行できます。引きながらも打てるので空中版の方が使いやすいですね。胸切りは左右どちらを向いても胸の字の向きは変わりません。右向きは体育に優れていて、左向きは体育に優れています。ジャンプを対応するキャラ相手にはステージ左側を陣取りましょう。空中で胸切りを打つと一瞬対空します。復帰のタイミングずらしに使えますね。2回目以降対空できなくなりますが、空中ジャンプと併用するとすごくふんわりしたジャンプができます。これも復帰タイミングをずらすために使えます。クラウドのコンボといえば空前胸切りですが、実は上胸を使った方が展開含めて火力の高いコンボになります。でかいキャラ相手には特に有効なのでおすすめです。防御が上手い人と対戦したら激戦に困ったことってありませんか？そんな時は上胸を使いましょう。ほかほか込みだと 130% から撃墜することも可能で、バッタのようにジャンプをよく使うキャラには特に刺さります。成功した時は不意をついた感があって気持ちがいいです。撃墜技として重宝する DA ですが、下方向へベク変することで撃墜パーセントを大きく引き上げることができます。撃墜ラインが遠いときは外下、撃墜ラインが近いときは内下へベクトル変更しましょう。ちなみに DA の技名はバーティカルブレードです。クラウドと対戦していると空上で暴れられることってありませんか？攻撃の発生自体は8フレームと普通なんですが、実はこの技1フレームでクラウドの姿勢がすごく低くなります。これのおかげで暗い判定が小さくなってコンボを避けながら反撃することができます。僕は攻撃を食らってる途中めちゃくちゃ擦ってます。あまり使われていませんが、クラウドの空前は崖つかまりに当たります。ただし当てるのはかなり難しく、ヨッシーやシルクのようにポンポン当てられるものではないので、崖つかみの姿勢が弱いキャラには有効です。踏みつけ空下といえばスティーブを思い浮かべる人が多いと思いますが、実はクラウドもできるんですよね。ただし暗い判定が大きいキャラ限定、思い出した時に試してみましょう。踏みつけガレオ転生、空下と同じですね。決めると歓声が湧きます。終わり。リミットチャージは使用中に攻撃を受けるとゲージが減ります。クラウド使いがあまり下 B を使わない理由の一つですね。とはいえ技としては強いので余裕ある時は使いましょう。あまり使われることがないクラウドの下投げ、投げ撃墜としてごく稀に使われます。上投げより吹っ飛びが強いので、ベク編次第ではぼちぼちな吹っ飛びが期待できますね。外ベクされると撃墜しにくいので、崖を背負って掴むと効果的だったりします。投げコンがないと思われてそうなクラウドですが、約 0% のでかいキャラ限定で後ろ投げ DA が入ります。状況が限定されすぎててクラウド使いも使うことを忘れることがあります。リターンは結構高めなので、積極的に使うと幸せになれます。クライムハザードは相殺されない特殊な性能をしています。技が噛み合えば相手の技を一方的に相殺し、クライムハザードが成立します。スマブラ X のメタナイテにはほぼ全ての技に採用されているのが恐ろしいですよね。あまり知られてないですが、クラウドの上 B はごくわずかに前後へシフトできます。エフェクトを見れば分かりやすいと思いますが、シフトしても復帰力が上がるわけでもないし、すっぽ抜きが減るわけでもなく、何のための仕様なのか約5年経った今でも分かりません。クライムハザードは発生時に一歩前に踏み出してから上昇します。これの影響で反転で出した時は前進してから後ろへ向くのでリーチが短くなります。すっぽ抜けも発生しやすいので、クラウド使いは反転ウェビーを極力使わないようにしましょう。
通称マグネットクラウド。崖を掴むときに若干外側で使用するとピタッと崖に吸着するような挙動で崖を掴みます。この崖掴み時に発生する2フレームの後席は1フレームになっており、復帰がかかりにくくなります。完璧安全な復帰ができるわけではないですが、普通の復帰と混ぜながら使うと強みが生きやすいのでおすすめです。前作から使われているテクニックですが、リミットウェディはわざと崖上に頭を出すことでステージ上の相手を撃墜することができます。ガードされても崖は掴めるのでお得感がすごいですね。ただ避けられるとそのまま後席さらしちゃうので使いすぎには要注意です。崖際の撃墜用に使われやすい横強ですが、よく見ると1フレーム目で足を浮かしています。この浮かした足は位判定も小さくなっており、マルキナ、ロイクロム、スネークの下強のような打点の低い技を透かしながら差し返すことができます。個人的に今回紹介する豆知識の中で一番好きなテクニックで、見た目はかなり地味ですが実戦にも相当使えるのでぜひ試してほしいです。以上がスマブラ SP クラウドの役立つテクニックからどうでもいい豆知識20連発でした。皆さんはどのくらい知っていましたか？気になるテクニックや豆知識があればぜひ試してみてください。このチャンネルでは他にもスマブラに関する解説紹介動画をアップしていますので、よかったら他の動画も見ていってください。お疲れ様でした。